江戸川乱歩作人間椅子。よしこは毎朝夫の登頂を見送ってしまうと、それはいつも10時を過ぎるのだが、やっと自分の体になって洋館の方の夫と共用の書斎へ閉じこもるのが常になっていた。そこで彼女は今、経雑誌のこの夏の増大号に載せるための長い創作に取り掛かっているのだった。美しい慶州作家としての彼女は、この頃では外務省書記官である福君の影を薄く思わせるほども有名になっていた。彼女のところへは毎日のように未知の崇拝者たちからの手紙がいくつとなく送られてきた。簡単なものから先にして2通の封書と1行のはがきを見てしまうと、後にはかさ高い原稿らしい1通が残った。別案通知の手紙はもらっていないけれど、そうして突然原稿を送ってくる試しはこれまでにもよくあることだった。それは多くの場合長々しく退屈極まる代物であったけれど、彼女はともかくも表題だけでも見ておこうと封を切って中の紙束を取り出してみた。それは思った通り原稿用紙を閉じたものであったが、どうしたことか表題も署名もなく、突然奥様という呼びかけの言葉で始まっているのだった。はてな、ではやっぱり手紙なのかしら。そう思って何気なく2行3行と目を走らせていくうちに、彼女はそこからなんとなく異常な妙に気味悪いものを予感した。そして持ち前の好奇心が彼女をしてぐんぐん先を読ませていくのであった。奥様、奥様の方では少しもご存知のない男から突然このようなぶしつけなお手紙を差し上げます罪を幾重にもお許しくださいませ。こんなことを申し上げますと奥様はさぞかしびっくりなさることでございましょうが、私は今あなたの前に私の犯してきました世にも不思議な罪悪を告白しようとしているのでございます。私は数ヶ月の間全く人間界から姿を隠して本当に悪魔のような生活を続けてまいりました。もちろん広い世界に誰一人私の所業を知る者はありません。もし何事もなければ私はそのまま永久に人間界に立ち返ることはなかったのかもしれないのでございます。ところが近頃になりまして私の心にある不思議な変化が起こりました。そしてどうしてもこの私の因果な身の上を懺悔しないではいられなくなりました。ただかように申したばかりではいろいろご不審におぼしめす点もございましょうが、どうかともかくもこの手紙を終わりまでお読みくださいませ。そうすればなぜ私がそんな気持ちになったのか、またなぜこの告白をことさらに奥様に聞いていただかねばならぬのか、それらのことがことごとく明白になるでございましょう。さて何から書き始めたらよいのか、あまりに人間離れのした奇怪千番な事実なので、こうした人間界で使われる手紙というような方法では妙に面早くて筆の鈍るのを覚えます。でも迷っていても仕方がございません。ともかくも事の起こりから順を追って書いていくことにいたしましょう。私は生まれつき世にも醜い要望の持ち主でございます。これをどうかはっきりと大覚えなすっておいてくださいませ。そうでないと、もしあなたがこのぶしつけな願いを入れて私にお会いくださいました場合、ただでさえ醜い私の顔が長い月日の不健康な生活のために二目と見られぬひどい姿になっているのを何の予備知識もなしにあなたに見られるのは私としては耐え難いことでございます。私という男はなんと因果な生まれつきなのでありましょう。そんな醜い要望を持ちながら胸の中では人知れず世にも激しい情熱を燃やしていたのでございます。私はお化けのような顔をした
その上ごく貧乏な一職人に過ぎない私の現実を忘れて、身の程知らぬ甘美な贅沢な種々様々の夢に憧れていたのでございます。私の専門は様々な椅子を作ることでありました。私の作った椅子はどんな難しい注文主にもきっと気に入るというので、紹介でも私には特別に目をかけて、仕事も上物ばかりを回してくれておりました。一つの椅子が出来上がると、私はまず自分でそれに腰掛けて座り具合を試してみます。そして味気ない職人生活のうちにも、この時ばかりは何とも言えぬ得意を感じるのでございます。そこへはどんな高貴の方が、あるいはどのような美しい方がおかけなさることか。こんな立派な椅子を注文なさるほどのお屋敷だから、そこにはきっとこの椅子にふさわしい贅沢な部屋があるのだろう。壁には定めし有名な画家の油絵がかかり、天井からは偉大な宝石のようなシャンデリアが下がっているに違いない。床には高価な絨毯が敷き詰めてあるだろう。そしてこの椅子の前のテーブルには、目の覚めるような西洋草花が甘美な香りを放って咲き乱れていることであろう。そんな妄想にふけておりますと、なんだかこう自分がその立派な部屋の主にでもなったような気がして、ほんの一瞬間ではありますけれども、なんとも形容のできない楽しい気持ちになるのでございます。妄想の世界では気高い貴公子になって、私の作った立派な椅子に腰掛けているのでございます。そしてその傍らには、いつも私の夢に出てくる美しい私の恋人がにおやかに微笑みながら私の話に聞き入っております。そればかりではありません。私は妄想の中でその人と手を取り合って、甘い恋のむつごとをささやき交わしさえするのでございます。ところがいつの場合にも、私のこのふわりとした紫の夢はたちまちにして、近所のおかみさんのかしましい話し声はヒステリーのように泣き叫ぶ、そのあたりの病児の声に妨げられて、私の前にはまたしても醜い現実が、あの灰色のむくろをさらけ出すのでございます。現実に立ち返った私は、そこに夢の貴公子とは似ても似つかない哀れにも醜い自分自身の姿を見出します。そして今の線、私に微笑みかけてくれたあの美しい人は、そんなものが全体どこにいるのでしょう。ただ一つ、私の作った椅子だけが今の夢の名残のようにそこにポツネンと残っております。でもその椅子はやがていずことも知れぬ私たちのとは全く別の世界へ運び去られてしまうのではありませんか。私はそうして一つ一つ椅子を仕上げる旅ごとに、言い知れぬ味気なさに襲われるのでございます。その何とも形容のできない嫌な嫌な心持ちは、月日が経つに従ってだんだん私には耐えきれないものになってまいりました。そうして私の考えはだんだん恐ろしい方へ向いていくのでありました。ちょうどその頃、私はかつて手がけたことのない大きな革張りの肘掛け椅子の製作を頼まれておりました。この椅子は同じ Y 市で外人の経営しているあるホテルへ納める品で、一体ならその本国から取り寄せるはずの私の雇われていた商館が運動して、日本にも舶来品に劣らぬ椅子職人がいるからというので、やっと注文を取ったものでした。それだけに私としても寝食を忘れてその制作に従事しました。本当に魂を込めて夢中になってやったものでございます。さて、出来上がった椅子を見ますと、私はかつて覚えない満足を感じました。それは我ながら見とれるほどの見事な出来栄えだったのです。私はそこへ深々と身を沈め、両手で丸々とした肘掛けを愛撫しながらうっとりとしていました。すると私の癖として、
止めどもない妄想が五色の虹のようにまばゆいばかりの色彩を持って次から次へと湧き上がってくるのです。あれを幻というのでしょうか。心に思うままがあんまりはっきりと目の前に浮かんできますので、私はもはや気でも違うのではないかと空恐ろしくなったほどでございます。そうしていますうちに、私の頭にふと素晴らしい考えが浮かんでまいりました。悪魔のささやきというのは多分ああしたことを指すのではありますまいか。それは夢のように荒唐無稽で不気味な事柄でした。でもその不気味さが言い知れぬ魅力となって私をそそろかすのでございます。最初はただただ私の丹精込めた美しい椅子を手放したくない、できることならその椅子と一緒にどこまでもついていきたい、そんな単純な願いでした。それがうつらうつらと妄想の翼を広げておりますうちに、いつの間にやらその日頃私の頭に発光しておりましたある恐ろしい考えと結びついてしまったのでございます。そして私はまあなんという気違いでございましょう、その奇怪極まる妄想を実際にやってみようと思い立ったのでありました。私は大急ぎで四つのうちで一番よくできたと思う肘掛け椅子をバラバラに壊してしまいました。そして改めてそれを私の妙な計画を実行するのに都合の良いように作り直しました。それはごく大型のアームチェアですから、掛ける部分には床すれすれに革を貼り付け詰めてありますし、その他もたれも肘掛けも非常に分厚にできていて、その内部には人間一人が隠れていても決して外からわからないほどの共通した大きな空洞があるのです。無論そこには頑丈な木の枠とたくさんのスプリングが取り付けてありますけれど、私はそれらに適当な細工を施して人間が掛ける部分に膝を入れ、もたれの中に首と胴を入れ、ちょうど椅子の形に座ればその中に忍んでいられるほどの余裕を作ったのでございます。そうした細工はお手のものですから、十分手際よく便利に仕上げました。例えば呼吸をしたり、外部の物音を聞くために革の一部に外から少しもわからぬような隙間をこじられたり、もたれの内部のちょうど頭の脇のところへ小さな棚をつけて何かを貯蔵できるようにしたり、ある用途のために大きなゴムの袋を備え付けたり、その他さまざまな考案を巡らして、食料さえあればその中に 2,3 日は入り続けていても決して不便を感じないようにしつらえました。いわばその椅子が人間一人の部屋になったわけでございます。私はシャツ一枚になるとそこに仕掛けた出入り口の蓋を開けて椅子の中へすっぽりと潜り込みました。それは実にへんてこな気持ちでございました。真っ暗な息苦しい、まるで墓場の中へ入ったような不思議な感じがいたします。考えてみれば墓場に違いありません。私は椅子の中へ入ると同時にちょうど隠れ蓑でも来たようにこの人間世界から消滅してしまうわけなのですから。まもなく紹介から使いの者が四脚の肘掛け椅子を受け取るために大きな荷車を持ってやってまいりました。車に積み込むとき、一人の妊婦が、こいつはバカに重いぞと怒鳴りましたので、椅子の中の私は思わずハッとしましたが、一体肘掛け椅子そのものが非常に重いですから、別段怪しまれることもなく、やがてガタガタという荷車の振動が、私の体に一種異様の感触を伝えてまいりました。非常に心配しましたけれど、結局何事もなく、その日の午後には、もう私の入った肘掛け椅子は、ホテルの一室にどっかりと据えられておりました。後で分かったのですが、それは私室ではなくて、人を待ち合わせたり新聞を読んだりタバコをふかしたり、いろいろな人が頻繁に出入りするラウンジとでもいうような部屋でございました。もうとっくにお気づきでございましょうが、私のこの奇妙な行いの第一の目的は、人のいない時を見澄まして椅子の中から抜け出し、ホテルの中をうろつき回って盗みを働くことでありました。椅子の中に人間が隠れていようなどと、そんなバカバカしいことを誰が想像いたしましょう。
私は影のように自由自在に部屋から部屋を荒らし回ることができます。そして人々が騒ぎ始める自分には椅子の中の隠れへ逃げ帰って息を潜めて彼らの間抜けな創作を見物していればよいのです。ホテルに着いて3日目にはもうたんまりと一仕事済ませていたほどでございます。でも私は今残念ながらそれを詳しくお話ししている暇はありません。私はそこでそんな盗みなどよりは10倍も20倍も私を喜ばせたところのきっかり極まる快楽を発見したのでございます。そしてそれについて告白することが実はこの手紙の本当の目的なのでございます。お話を前に戻して、私の椅子がホテルのラウンジに置かれた時のことから始めなければなりません。椅子がつくとひとしきりホテルの主人たちがその座り具合を見回っていきましたが、あとはひっそりとして物音一ついたしません。多分部屋には誰もいないのでしょう。到着早々椅子から出ることなどをとても恐ろしくてできるものではありません。私は非常に長い間少しの物音も聞き漏らすまいと全神経を耳に集めてじっと辺りの様子を伺っておりました。そしてしばらくしますと多分廊下の方からでしょう、コツコツと重苦しい足音が響いてきました。それが 2,3 軒向こうまで近づくと部屋に敷かれた絨毯のためにほとんど聞き取れぬほどの低い音に変わりましたが、まもなく荒々しい男の鼻息が聞こえ、はっと思う間に西洋人らしい大きな体が私の膝の上にどさりと落ちてふかふかと 2,3 度弾みました。私の太ももとその男のがっしりした偉大な臀部とは薄いなめし皮一枚を隔てて温かみを感じるほども密接しています。幅の広い彼の肩はちょうど私の胸のところへもたれかかり、重い両手は顔を隔てて私の手と重なり合っています。そして男がシガーを食い出しているのでしょう、男性的な豊かな香りが川の隙間を通して漂ってまいります。奥様、仮にあなたが私の位置にあるものとしてその場の様子を想像してご覧なさいませ。それはまあなんという不思議千万な感覚でございましょう。私はもうあまりの恐ろしさに椅子の中の暗闇で固く固く身を縮めて、脇の下からは冷たい汗をたらたら流しながら思考力も何も失ってしまって、ただもうぼんやりしていたことでございます。その男を手始めにその日一日私の膝の上にはいろいろな人が入れ替わり立ち替わり腰を下ろしました。そして誰も私がそこにいることを彼らが柔らかいクッションだと信じきっているものが実は私という人間の血の通った太ももであるということを少しも悟らなかったのでございます。真っ暗で身動きもできない川張りの中の天地、それがまあどれほど怪しくも魅力ある世界でございましょう。そこでは人間というものが日頃目で見ているあの人間とは全然別な生き物に感じられます。彼らの声と鼻息と足音と絹ずれの音と、そしていくつかの丸々とした弾力に富む肉塊に過ぎないのでございます。異性についても同じことが申されます。普通の場合は主として要望の微臭によってそれを批判するのでありましょうが、この椅子の中の世界ではそんなものはまるで問題外なのでございます。そこには丸裸の肉体と声の調子と匂いとがあるばかりでございます。奥様、あまりにあからさまな私の傷にどうか気を悪くしないでくださいまし。私はそこで一人の女性の肉体に激しい愛着を覚えたのでございます。それは私の椅子に腰掛けた最初の女性でもありました。声によって想像すればそれはまだ裏若い異国の乙女でございました。ちょうどその時部屋の中には誰もいなかったのですが、彼女は何か嬉しいことでもあった様子で小声で不思議な歌を歌いながら踊るような足取りでそこへ入ってまいりました。
そして私の潜んでいる肘掛け椅子の前まで来たかと思うと、いきなり豊満な、それでいて非常にしなやかな肉体を私の上へ投げかけました。しかも彼女は何がおかしいのか、突然アハアハ笑い出して、手足をバタバタさせて、網の中の魚のようにピチピチと跳ね回るのでございます。これは実に私にとってまるで予期しなかった仰天動地の大事件でございました。女は神聖なもの、いやむしろ怖いものとして顔を見ることさえ遠慮していた私でございます。その私が今、見も知らぬ異国の乙女と同じ部屋に同じ椅子に、それどころではありません、薄いなめし皮一重隔てて肌のぬくみを感じるほども密着しているのでございます。それにもかかわらず彼女は何の不安もなく、全身の重みを私の上に委ねて、見る人のない気安さに勝手気ままな死体をいたしております。私は椅子の中で彼女を抱きしめる真似をすることもできます。皮の後ろからその豊かな首筋に接吻することもできます。その他どんなことをしようと自由自在なのでございます。この驚くべき発見をしてからというものは、私は最初の目的だった盗みなどは第二の目的として、ただもうその不思議な感触の世界に枠出来してしまったのでございます。私は考えました。これこそ、この椅子の中の世界こそ、私に与えられた本当の住処ではないかと。私のように醜い、そして気の弱い男は、明るい光明の世界ではいつも引け目を感じながら、恥ずかしい惨めな生活を続けていく他に能のない身でございます。それがひとたび住む世界を変えて、こうして椅子の中で窮屈な辛抱をしていさえすれば、明るい世界では口を聞くことはもちろん、そばへ寄ることさえ許されなかった美しい人に接近して、その声を聞き、肌に触れることもできるのでございます。椅子の中の恋、これがまあどんなに不思議な陶酔的な魅力を持つか、実際に椅子の中に入ってみた人でなくては分かるものではありません。それはただ触覚と聴覚と、そしてわずかな嗅覚のみの恋でございます。暗闇の世界の恋でございます。決してこの世のものではありません。これこそ悪魔の国の愛欲なのではございますまいか。考えてみれば、この世界の人目につかぬ隅々ではどのような異様な恐ろしい事柄が行われているか、本当に想像のほかでございます。無論初めの予定では盗みの目的を果たしさえすれば、すぐにもホテルを逃げ出すつもりでいたのですが、この世にも奇怪な喜びに夢中になった私は、逃げ出すどころか、いつまでも椅子の中の永住の住処にして、その生活を続けていたのでございます。ほとんど一日中ひどく窮屈な場所で、腕を曲げ膝を折っているために、体中がしびれたようになって、完全に直立することができず、しまいには料理場や化粧室への往復をいざりのように張っていったほどでございます。私という男は何という気違いでありましょう。それほどの苦しみを忍んでも、不思議な感触の世界を見捨てる気にはなれなかったのでございます。中には1ヶ月も2ヶ月もそこを住居のようにして泊まり続けている人もありましたけれど、元来ホテルのことですから絶えず客の出入りがあります。したがって私の奇妙な恋も、時とともに相手が変わっていくのをどうすることもできませんでした。そしてその数々の不思議な恋人の記憶は、普通の場合によってその要望によってではなくて、主として体の格好によって私の心に刻みつけられているのでございます。そうして女から女へと移っていく間に、私はまたそれとは別な不思議な経験をも味わいました。その一つは、ある時欧州のある強国の大使がその偉大な体躯を私の膝の上に乗せたことでございます。
それは政治家としてよりも世界的な詩人として一層よく知られていた人ですが、それだけに私はその偉人の肌を知ったことがワクワクするほども誇らしく思われたのでございます。彼は私の上で 2,3 人の同国人を相手に10分ばかり話をすると、そのまま立ち去ってしまいました。無論何を言っていたのか私にはさっぱりわかりませんけれど、ジェスチャーをするたびにムクムクと動く常人よりも温かいと思われる肉体のくすぐるような感触が私に一種名状すべからざる刺激を与えるのでございます。その時私はふとこんなことを想像しました。もしこの川の後ろから鋭いナイフで彼の心臓をめがけてぐさりと一突きしたなら、どんな結果を引き起こすであろう。無論それは彼に再び立つことのできぬ致命傷を当てるに違いない。彼の本国はもとより日本の政治界はそのためにどんな大騒ぎを演じることであろう。新聞はどんな劇場的な記事を掲げることであろう。それは日本と彼の本国との外交関係にも大きな影響を与えようし、また芸術の立場から見ても彼の死は世界の一大損失に違いない。そんな大事件が自分の一挙手によってやすやすと実現できるのだ。それを思うと私は不思議な得意を感じないではいられませんでした。さて、私がホテルへ出ましてから何ヶ月かの後、私の身の上に一つの変化が起こったのでございます。と言いますのは、ホテルの経営者が何かの都合で帰国することになり、後を居抜きのままある日本人の会社に譲り渡したのであります。すると日本人の会社は従来の贅沢な営業方針を改め、もっと一般向きの旅館として有利な経営を目論むことになりました。そのため不要になった調度などはある大きな家具商に委託して競売させたのでありますが、その競売目録のうちに私の椅子も加わっていたのでございます。私はそれを知ると一時はがっかりいたしました。そしてそれを機としてもう一度シャバへ立ち返り、新しい生活を始めようかと思ったほどでございます。その時分には盗みためた金が相当の額になっていましたから、たとえ世の中へ出ても以前のように惨めな暮らしをすることはないのでした。がまた思い返してみますと、外人のホテルを出たということは一方においては大きな損失失望でありましたけれど、他方においては一つの新しい希望を意味するものでございました。と言いますのは、私は数ヶ月の間それほどいろいろの異性を愛したにもかかわらず、相手が全て異国人であったために、それがどんな立派な好ましい肉体の持ち主であっても精神的な妙な物足りなさを感じないわけにはいきませんでした。やっぱり日本人は同じ日本人に対してでなければ本当の恋を感じることができないのではあるまいか。私はだんだんそんな風に考えていたのでございます。そこへちょうど私の椅子が競売に出たのであります。今度はひょっとして日本人に買い取られるかもしれない、そして日本の家庭に置かれるかもしれない。それが私の新しい希望でございました。私はともかくももう少し椅子の中の生活を続けてみることにいたしました。私の椅子は早速買い手がつきました。買い手はY 氏からほど遠からぬ大都会に住んでいたある管理でありました。道具の屋の店先でその人の屋敷まで何里かの道を非常に振動の激しいトラックで運ばれた時には、私は椅子の中で死ぬほどの苦しみをなめましたが、でもそんなことは買い手が私の望み通り日本人であったという喜びに比べては物の数でもございません。買い手のお役人はかなり立派な屋敷の持ち主で、私の椅子はそこの洋館の広い書斎に置かれましたが、私にとって非常に満足であったことには、その書斎には主人よりはむしろその家の若くて美しい夫人が使用されるものだったのでございます。それ以来約1ヶ月間私は絶えず夫人と共におりました。
夫人の食事と就寝の時間を除いては夫人のしなやかな体はいつも私の上にありました。それというのが、夫人はその間書斎に詰め切ってある著作に没頭していられたからであります。私がどんなに彼女を愛したか、それはここにくだくだ申し上げるまでもありますまい。彼女は私の初めて接した日本人で、しかも十分美しい肉体の持ち主でありました。私はそこに初めて本当の恋を感じました。それに比べてホテルでの数多い経験などは決して恋と名付くべきものではございません。その証拠には、これまで一度もそんなことを感じなかったのに、その夫人に対してだけ私はただ秘密の愛撫を楽しむのみでは飽き足らず、どうかして私の存在を知らせようといろいろ苦心したのでも明らかでございましょう。私はできるならば夫人の方でも椅子の中の私を意識してほしかったのでございます。そして虫のいい話ですが、私を愛してもらいたく思ったのでございます。でもそれをどうして合図いたしましょう。もしそこに人間が隠れているということをあからさまに知らせたら、彼女はきっと驚きのあまり主人や家の者にそのことを告げるに違いありません。それではすべてダメになってしまうばかりか、私は恐ろしい罪名を着て法律上の刑罰をさえ受けなければなりません。そこで私はせめて夫人に私の椅子をこの上にも居心地よく感じさせ、それに愛着を起こさせようと努めました。芸術家である彼女はきっと常人以上の微妙な感覚を備えているに違いありません。もし彼女は私の椅子に命を感じてくれたなら、ただの物質としてではなく一つの生き物として愛着を覚えてくれたなら、それだけでも私は十分満足なのでございます。私は彼女が私の上に身を投げた時には、できるだけふわりと優しく受け取るように心がけました。彼女が私の上で疲れた自分には、分からぬほどにそろそろと膝を動かして彼女の体の位置を変えるようにいたしました。そして彼女がうとうと居眠りを始めるような場合には、私はごくごくかすかに膝を揺すってゆりかごの役目を務めたことでございます。その心やりが報いられたのか、それとも単に私の気の迷いか、近頃では夫人はなんとなく私の椅子を愛しているように思われます。彼女はちょうど英治が母親の懐に抱かれる時のような、または乙女が恋人の抱擁に応じる時のような甘い優しさを持って私の椅子に身を沈めます。そして私の膝の上で体を動かす様子までがさも懐かしげに見えるのでございます。かようにして私の情熱は日々に激しく燃えていくのでした。そしてついには、あ、奥様、ついには私は身の程もわきまえぬ大それた願いを抱くようになったのでございます。たった一目私の恋人の顔を見て、そして言葉を交わすことができたなら、そのまま死んでもよいとまで思い詰めたのでございます。奥様、あなたは無論とっくにお悟りでございましょう。その私の恋人と申しますのは、あまりの失礼をお許しくださいませ、実はあなたなのでございます。あなたのご主人があの Y 氏の道具店で私の椅子をお買い取りになって以来、私はあなたに及ばぬ恋を捧げていた哀れな男でございます。奥様、一生のお願いでございます。たった一度私にお会いくださるわけには参らぬでございましょうか。そして一言でもこの哀れな醜い男に慰めのお言葉をおかけくださるわけには参らぬでございましょうか。私は決してそれ以上望むものではありません。そんなことを望むにはあまりに醜、疲れ果てた、汚れ果てた私でございます。どうぞどうぞ、世にも不幸な男の切なる願いをお聞き届けください。私は昨夜この手紙を書くためにお屋敷を抜け出しました。面と向かって奥様にこんなことをお願いするのは非常に危険でもあり、かつ私にはとてもできないことでございます。そして
今あなたがこの手紙をお読みなさる時分には、私は心配のために青い顔をしてお屋敷の周りをうろつき回っております。もしこの世にもぶしつけな願いをお聞き届けくださいますなら、どうか書斎の窓のなでしこの鉢植えにあなたのハンカチをおかけくださいまし。それを合図に、私は何気なき一人の訪問者としてお屋敷の玄関を訪れるでございましょう。そしてこの不思議な手紙はある熱烈な祈りの言葉を持って結ばれていた。よしこは手紙の半ばまで読んだ時、すでに恐ろしい予感のために真っ青になってしまった。そして無意識に立ち上がると、気味の悪い肘掛け椅子の置かれた書斎から逃げ出して2本立ての居間の方に来ていた。手紙の後の方は一層読まないで破り捨ててしまおうかと思ったけれど、どうやら気がかりなままに居間の小机の上でともかくも読み続けた。これはまあなんという恐ろしい事実であろう。彼女が毎日腰掛けていたあの肘掛け椅子の中には見も知らぬ一人の男が入っていたのであるか。気味の悪い。彼女は背中から冷水を浴びせられたような悪感を覚えた。そしていつまでたっても不思議な身震いが止まなかった。彼女はあまりのことにぼんやりしてしまって、これをどう処置すべきかまるで見当がつかないのであった。椅子を調べてみる。どうしてどうしてそんな気味の悪いことができるものか。そこにはたとえもう人間がいなくても食べ物、その他の彼に付属した汚いものがまだ残されているに違いないのだ。奥様、お手紙でございます。はっとして振り向くと、それは一人の女中が今届いたらしい封書を持ってきたのだった。よしこは無意識にそれを受け取って開封しようとしたが、ふとその上書きを見ると、彼女は思わずその手紙を取り落としたほどもひどい驚きに打たれた。そこにはさっきの不気味な手紙と寸分たがわぬ筆跡を持って彼女の宛名が書かれてあったのだ。彼女は長い間それを開封しようかしまいかと迷っていたが、とうとう最後にそれを破ってビクビクしながら中身を読んでいった。手紙はごく短いものであったけれど、そこには彼女をもう一度ハッとさせたような奇妙な文句が記されてあった。突然お手紙を差し上げますぶしつけを、幾重にもお許しくださいませ。私は日頃先生のお作を愛読しているものでございます。別封お送りしましたのは私の拙い創作でございます。ご一覧の上ご批評がいただけますればこの上の幸いはございません。ある理由のために原稿の方はこの手紙を書きます前に投函いたしましたから、すでにご覧済みかと拝察いたします。いかがでございましたでしょうか。もし切削がいくらかでも先生に感銘を与えたとしますれば、こんな嬉しいことはないのでございますが、原稿にはわざと省いておきましたが、表題は人間椅子と付けたい考えです。では失礼を顧みずお願いまで。